マクラーレン M23 は、マクラーレンが F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカーで、ゴートン・コパックとジョン・バーナードが設計した。1973年の第3戦から、1978年第14戦まで、実戦投入された。インディ500用マシンの M16 が開発のベースとなっている。M23 は、 シャーシナンバー1から12までの12台制作された。そのうちのシャーシナンバー8は、1974年、イギリス GP から計15戦に使用された後に、回収され、8から2として1975年スイス GP から、再び使用された。1971年から使用されてきた M19C の後継として1973年にデビュー。 前年までの M19 は、コークボトルタイプのボディが特徴だった。M23 は、ロータスの影響を強く受け、サイドラジエター、ウェッジタイプのノーズ、角張ったボディへと変わった。基本的な設計は、以後も変わることなく1978年まで使用される。サスペンションは、フロントは、ベラミー式リンクのプログレッシブサスペンション、リアは、不当ピッチコイルによる、 プログレッシブサスペンションと得意なものを採用していたが、これらは M19 から引き継いだ実績のあるものだった。ホイールベースは 2565mm で 2387.6mm のブラバム BT37 より 177mm も長く俊敏性より安定性を重視した設計だった。搭載するフォードコスワース DFV エンジンは ジョン・ニコルソンが設立したニコルソン・マクラーレ・ン・エンジンズがチューニングを行った。ヤードレイカラーの1973年型 m 23デビュー戦の南アフリカ GP でデニス・ハルムが PP を獲得。ハルムは1勝、ピーター・レブソンが2勝を挙げた。1972年のチャンピオンを獲得したエマーソン・フィッティパルディがロータスから 遺跡、いきなり、ドライバーズチャンピオンを獲得。そして、マクラーレンも、チーム初となる、コンストラクターズチャンピオンを獲得。この年から、マールボロのスポンサーシップが開始。以後、1996年まで続く、マールボロ・マクラーレンの誕生である。このシーズンは、マールボロ2台とヤードレイ1台の3大体制での参戦だった。M23 は、 フロントサスをロッキングアームに変更し、またホイールベースを 80mm 延長し 2647mm とした。またリア周りも回収を受け、今まではエンジン部分が外部に露出していたがリアタイヤ前方にオイルクーラーを設置、サイドポンツーンなどのボディワークをさらに後方に延長した。加えてダウンフォースの増加に努めるため、 フロントウィングが大型化され、リアウィングも厚みを増し、フラップの迎え角も大きくなった。フェラーリのニキラウダが、新型マシン 312T と共にシーズンを接見。フィッティパルディは2勝で、ドライバーズランキング2位となった。彼はこのシーズン終了をもって実刑であるウィルソン、フィッティパルディが起こした新チームのコパスカーに移籍した。1976年オランダ GP にて、 M23 に乗るハントこの年から施行された新レギュレーションに伴って大型インダクションポッドを撤去。ドライバーの頭部左右から吸気する方式を取った。また、シャーシュは 14kg もの軽量化がなされた。さらにホイールベースが伸ばされ、2717.8mm とブラバム BT45 と比して 254mm も長くなった。新たに、 フィッティパルディに代わって、ヘスケスから、ジェームス・ハントがマクラーレンに移籍加入。ハントは、フェラーリのニキラウダと、チャンピオン争いを展開。第9戦イギリス GP 終了時点では、ラウダのリードを許していたが、第10戦ドイツ GP でのラウダのクラッシュ、以後に0 0場の間にも追い。最終戦日本 GP で、ラウダが、 天候悪化によるリタイアを決断する中を走り続け、ハントにとって唯一となるドライバーズチャンピオンを獲得した。第12戦オランダ GP では、ヨッヘンマスが新車 M26 で出走したが、決勝での結果が9位と良くなかったこともあり、次戦から再び M23 となった。新車 M26 が開幕戦から実戦投入される予定だったが、 熟成不足と判断され、ハントは第1から4、6戦で、マスは第9戦まで M23 を使用。その後はようやく M26 が実戦投入され移行した。第10戦イギリス GP ではジルビルヌーブが M23 を買って F1 デビュー。決勝は水温計がどんどん上昇していったため途中ピットインを余儀なくされたが、それまでは新車。 M26 をカルハントやマスに引けを取らないタイムで周回していた。また、M23 は、ジルの F1 キャリアの中で唯一となる、フェラーリ以外でドライブしたマシンでもある。カスタマーシャーシとして、ネルソン・ピケが BS ファブリケーションチームでドライブするなど、登場から、延べ6年という長期にわたって活躍したマシンとなった。 ボディーワークを取り外した M23 ニコルソンチューンの DFV エンジン、太字はボールポジション、車体はファステストラップ。ありがとうございます。